県西部で路線バスを運行する遠州鉄道が国に申請していた運賃値上げが認められ、24日から初乗りなどが引き上げられます。遠州鉄道によりますと、今月24日より路線バスの初乗り運賃が一部区間を除いて120円から150円と30円値上がりします。さらに130円以上の区間は走行距離に応じてそれぞれ20円から50円現在よりも引き上げられます。遠鉄バスは少子化による人口減少やモータリゼーションの発達により高齢者の利用が大幅に減り、2009年度およそ27万5千人だった乗客が2020年度には半分以下に減少したということです。この影響で2021年度はおよそ5億8300万円の赤字となり、今後も黒字への転換が見込めないことから運賃の値上げを決断しました。